ルールダービー時のボルシアドルトムントの応援シャルケレイオンの応援ルールダービーまたはレフィアダービーはドイツのサッカークラブであるシャルケレイオンとボルシアドルトムントとの間で行われる試合の総称であるリビアはドイツ語で地域、地区を意味する現地ではレビアダービーと呼ばれているどちらのクラブもルール工業地帯に本拠地を置き シャルケレイオンの本拠地があるゲルゼンキルヒエンと、ボルシアドルトムントの本拠地があるドルトムントは、約 20km しか離れていない。初期の対戦1925年5月3日に、シャルケレイオンとドルトムントが初対戦し、シャルケレイオンが4から2で勝利した。シャルケレイオンは1925年から1927年までに、行われた、ダービー全3試合に勝利し、 その後は1936年にガウリーガが発足するまで対戦することはなかった。ガウリーガ1936年にガウリーガが発足するとドルトムントのシャルケ・レイオンに対するライバル意識は一層高まった。シャルケ・レイオンはこの時代のドイツの名手であり、8年間に4度の国内リーグ優勝と1度の国内カップ優勝を果たしている。 16回のダービーが行われ、シャルケ・レイオンが14勝1分1敗とドルトムントを圧倒したが、1943年11月14日にドルトムントはダービー初勝利を飾っている。戦時中に行われたウェストファリアチャンピオンシップでドルトムントがシャルケ・レイオンに3から2で勝利し、シャルケ・レイオンがこの地域の名手であった時代は終わりを告げた。 オーバーリーガ第二次世界大戦後、ドイツは、ソ連イギリスフランスアメリカの4カ国に占領されたが、1949年に、ドイツ連邦共和国が成立し、オーバーリーガが発足した。この時代は、ドルトムントの栄光の時代であり、1947年から1963年までの、間の32回のダービーでドルトムントは7敗しかせず、 1955から56シーズン1956から57シーズン1962から63シーズンには国内リーグ優勝を果たしている。1963年にブンデスリーガが創設されてもドルトムントの優勢は変わらず、1963年からの10試合中8試合に勝利した。 1968年4月20日のシャルケ・レイオンの勝利が転機となり、再びシャルケ・レイオンの時代が訪れたが、1971から72シーズンをもってドルトムントが2部リーグに降格したため、1975年まで対戦することはなかった。シャルケ・レイオンは1977年11月5日の対戦まで10年近くダービー無敗を続けたが、 その後は、互角の成績が続いた。1988から89シーズン終了後に、シャルケ・レイヨンが2部リーグに降格し、1991から92シーズンまで対戦がなかった。シャルケ・レイヨンの昇格後初の対戦は劇的な試合だった。シャルケ・レイヨンは開幕後4戦で3得点にしか上げられず、ダービーは、 ドルトムント有利と思われていたが、1から1で前半を終えると、シャルケレイ4の攻撃陣が後半に爆発し、5から2で対勝した。結局、このシーズンのドルトムントは、特殊点差により VFB シュトゥットガルトに優勝を、さらわれ、ダービーでの敗戦が響いた格好となった。1994年から2001年までの間に、ドルトムントは3回の国内リーグ優勝を飾り、 ダービーの対戦成績も優勢だった。ありがとうございます。